鳥山石炎、百鬼連れ釣れ袋より、ふぐるまあやかし日。ふぐるまあやかし日は、鳥山石炎の妖怪画集、百鬼連れ釣れ袋にある日本の妖怪。石炎は巻紙を手に持っている女性の妖怪を描いている。ふぐるまとは、ダイル寺院、釘の邸宅などで使用されていた書物を運ぶために、使われていた車で、湿火などの非常時に備えるもの。石炎は、 執着の思いを込めし先祖の玉ずさにはかかる怪しき、形をも表しのべしと夢の中に思いぬと記しており、古い恋文が変化した、恋文に積もった執念がなったものであると解釈されている。石炎は、百期つれずれ袋の妖怪につけている言葉書きに、つれずれ草の文章を多く引いており、つれずれ草第72弾の、多くて、見苦しからぬは、不車の文。 ちりづかのゴミという一文があり、この、ふぐるまの文から、ふぐるまあやかしひ、ちりづかのゴミから、ちりづかかが創作されたと考えられている。作者不詳の、妖怪絵巻には石炎からの模写と考えられる、作例として、文章会という名で絵が描かれている。昭和、平成以降の妖怪に関する書籍などでは、古い恋文にこもった怨念や、 常年などが変化した妖怪であるという解釈から解説がなされている。また、ふぐるまあやかしきという表記も見られ、近藤から、ふぐるまあやかしを指して、ふぐるま容器と読ませて紹介をしている例も見られる。鳥山石炎が、ふぐるまあやかしを発送した上での直接の関連は、明確ではないが、以下の例などが、説話などに見られる。これらは一部の例であるが、 いずれにしろ、ふぐるまあやかしひという妖怪が存在するという記述や情報は登場していないため、このことからもふぐるまあやかしひは、鳥山赤縁が百鬼役を絵巻をモチーフとして、つれずれ草から用語を付け足しつつ創作した妖怪であることがわかる。新潟県燕市の国城寺に伝わる主典同時の登場する縁起物語では、地語として寺に入っていた頃、 寄せられたまましまい込んでいた数多くの女たちからの恋文を焼き捨てたら煙が彼を包み込みその姿を人間から鬼にしてしまったとされる。江戸時代の怪談集諸国百物語の炎書の終身期となりしことには寺の地語が寄せられた多くの恋文を捨てていたところ恋文に込められた執念が鬼と化して人を襲っていたという話が載せられている。ありがとうございます。